今度またその成形塾で話そうと思ってるんだけどここでちょっと先に皆さんにお話しして反応を見ようかと思ってあのね卒業生の中で一人ねこの子は群れないだろうと思う子がいたんですよ群れない確かに一見群,群れないように見えてるんです一人でいる時間が多いし、えー、僕の、えー、授業 行ってみたらその1人だけの受講生がという年もあるんですよだって数学とか物理なんて女子大生にとってはね無駄なものですからである日ある年行ったら「え一1人か」とか言っていや本当はね教務に受講を届け出してんのはね30人ぐらいいたんだけど授業は出てこないだけなんです。で出てきてきたのは1人 で残りの29人ぐらいは群れて遊びに行ってるわけですその後も卒業してからも何やかんやでなんか連絡してきてたんですよあだからなかなかあの当然こっちだなと群れない方だなと思ってたんですねところがあのねやっぱ分析はもうちょっと緻密にしなきゃいけない群れる 95%の女性の中にねそのボスというかリーダーになりたがる群れる人がいるんですよ。つまり群れのトップになりたい人群れを統率したい人あの群れない女性はもともと群れから離れたい群れの中にいたくない。 群れと関わりたくないから統率もしたくももないもう縁を切りたいところがそうじゃなくって群れてる群れるこの95%の女性を自分の子分というか息のかかったやつグループの中に選別して入れ込んでというあの昔ほら 女番長とかさ周りご存知ないかなあの漫画とかであったやつですよ。あのあの番長って普通男ですが女性女子校主に女子校でその番を張ると何々組とか,とかあの宝塚でこの前あったでしょ宝塚の,あの歌劇団の 中でほらパワハラとか先輩がねあの後輩いじめるとかでなんかあのわざわざ宝塚歌劇団の学校で上級生が下級生をいじめていたとまあそれは当然ですよ昔からあったと思いますがそれを、ね、第三者機関が調べて実際に会ったということで。 男のいい年した男がなんか、ね、新聞記者とかテレビカメラの前で立って頭下げてこれが宝塚歌劇団のトップかな、あのー、と思って見たらなんとあの阪急阪神ホールディングスの会長さんとかが頭、まあ、そ,のその下にあるからとほとんど無関係でしょ。 あれね僕は腹立ってきてあ腹立つ意味はなんかちょっとしたトラブルか何かがあったら必ず上の方のトップが3人並んでぺこっと頭下げるいつからそんな世の中になったのかなと <laughs> もっと下げるべき人はもっと直属にいっぱいいるでしょとそんな人が下頭下げるんならまだいいけど。 もう形だけなんか上の上の上のなんか雲の上のねほとんど関わってないような人がわざわざ出てきて頭下げなきゃいけないとそういうことを求めてる日本人いつからそんな人が増えたのかなとあの、まあ、また変な脱線しました。えー、で結局ねあの宝塚歌劇団は雪組とかね月組とかあの組っていうのは単にあの そのねあのえー、男役の人を育てるとことか、えー、こういうタイプっていう単なるクラス分けを最初からしてるんと思うんですがまあその中でもやっぱりリーダーダ的な人はいるわけですよ、ね、だからやっぱりね女性この群れる人の中に群れを自分の意のままに扱おう動かそうと す,することで、自分をなんかあの自己満足的にこうなんかえ,ええへんという感じになりたい女性もいるんだと。でそういう人たちはね一見この群れない人に近く見えちゃうんです男から見ると。男から見るとねだから。 番,番を張ってるって言って「あんたたちこれであんた群れてなさい」とか言って一人で行っても別にそれは目立たなないわけですよ可能なんですす可能んよそうするとあのお男の世の中に男に近づこうとするときにはそうするわけですよ、ねあの。自分が統率してる一派を置いといて。 ちょっとあんたたちあのやってこれきちんとしときなさいよと言って自分は一人男社会の中に入っていって、ねえー、そういうのをね何とかって言うんですよねあのそういう女性がねこれまでは政治の世界でもてはやされた今の東京都知事みたいにあのなんだっけ。えー なんとかファーストの都民ファーストの会とかねなんとかね都民ファーストの会ってね僕もそんなに詳しいわけじゃないですけど大体女性が多いんですよね。で都知事さんのやり方ってのは都民ファーストの会っていう主に女性がね えー、自分たちで群れることができる集団を作っといてその,あの群れを統率してでその中で一人あの都議会とか自民党とかそういう都のあるいは政治家たち男主体の政治家の中に入っていくわけですよ。そうするとその人はその人はね 背後にすすごい表を持ってるわけです95%の表を持って一人で現れてきてそしたら男どもも丁寧に大事に扱うわけです。つまりこのね群れない群れないねその赤尾アルミの名護さんみたいな人が群れない人が一人で 男の政治家集団の中に入っていったって、一票にしか見られてないんですよ。ところが、今の都知事みたいな感じで。ね、あの、群れを、群れを、背後にいくつも作ってる人がいくと。ものすごい票。がある人間だと思うから。ね、男の政治家は大事にする。に